長山公園は、東京都大梅市にある、総合公園である。JR 大梅線、大梅駅の真北に見える大梅市立、第一小学校の上の青梅丘陵に位置し、総合運動公園、運動施設、キャンプ場などの公営レクリエーション施設、風の子太陽の小広場、アスレチック遊戯施設、自然観察施設、潜在異例施設、中高民などが包括されており、 JR 東日本の外郭団体による大梅鉄道公園や長山ふれあいセンターも隣接している。大梅丘陵ハイキングコースへも接続しており、この一帯は地元民や観光客による散歩やジョギングのメッカとなっている。付近も神社仏閣や図書館、学校など各施設が密集している。なお、 大梅市で開催される夏の花火大会、秋の大梅産業観光祭りなどの会場でもある。大梅駅からは、線路沿いへ通信し、南北へ伸びる道を左折し、北上、坂を上がり線路小道鉄橋を渡れば、あとは道なりで到着する。東大梅駅からは、大梅市立第四小学校手前の鉄道公園入り口信号より、長山公園通りからのアクセスがある。 イベント時を除き、駐車場駐輪場は無料。混雑時には、自転車向けの有料駐輪場が駅前にあり、オートバイも小型二輪までに限り駐輪可能である。東梅駅側からのルートでは、大梅鉄道公園の近くにも駐車場がある。大梅産業観光祭り。ありがとうございます。